皆様、ま、こんにちは。変化株式会社代表取締役社長の小倉でございます。本日はお忙しい中、こちらの動画をご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。えっと、たくさんのご質問を事前にいただいておりまして、本当にありがとうございます。その中でも、えっと、成長戦略と、えー、今後についてですね、 あとビジネスモデルと成長戦略っていうあたりのご質問がすごく多かったので前半はその辺私からプレゼンテーション事業紹介っていう形でご紹介させていただきながら後半でそれ以外のご質問あるいはそれでちょっと分かりにくかったっていうところがあったらぜひどんどんお寄せいただければお答えしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。それでは変化 の会社の紹介からそれからビジネスモデルの紹介といったところをですねざっと私の方から説明させていただきますどうぞよろしくお願いいたしますはい私なんですけども小倉と申しまして千九百七十五年生まれで趣味はプログラミング楽器演奏裁縫などが趣味です年間三百六十日ぐらい着物を着ているというのが特徴でして。 学生時代にですね、変化を創業いたしましてそのままずっとこの会社をやっているという感じでございます代表取締役社長 CEO 兼 CTO ということでま技術系を中心に社長業もやらせていただいているということでございますよろしくお願いしますそれでは会社の紹介の方に移りたいと思いますまず会社の概要からということなんですけれども 会社の概ヘンゲという社名なんですけどもなんでヘンゲなのということなんですが、えー、まああのごお察しの通おりですね日本語から来ておりまして変化を続けるということをあのすごく大事にしていかないといけないなというふうにですね思いましてヘンゲという社名に2019年に社名を変更いたしましたそれまでは HDE という名前でやっておりました私たちの経営理念はですねテクノロジーの開放と申しまして私ども基本的にはテクノロジー企業でございまして テクノロジーが大好きでテクノロジーの力をできるだけたくさんの方々に届けていきたいということを大切にしておりますこれ私どもの中ではテクノロジーの解放と呼んでおりまして特に B2B の領域ですねというところで テクノロジーをたくさんの会社様に届けていきたいというふうに思っているということです。もう少し少しあの長めにお話しますと、そうですね、B to C の領域でですね、まあ、いろんなあのことがすぐに起こります。皆様の手元にもですね、なんかスマートフォンがアップグレードされたりとか、なかあのヘッドセットが新しくなったりとか、IoT 機器が導入されたりとか、なんかあのヘルスケア があのできるようになったりとかいろんなことが起こると思うんですけども、まあ、そういう最新のテクノロジーっていうんですね、まあ、個人のところにはすぐにやってくるんですけどもこれが、まあ、企業となるとなかなかこうやってこないとでこういうことがですね続いてくるとだんだんですね新入社員が会社に入ってくるとなんかもうあの友達とのやり取りとかではもうメールとか全く使ったことないんだけど会社に入るとなぜかデス,デ,スクデスクトップパソコンの前で、えー、メールを打たないといけないとかですねそういうことになって、まあ、ちょっとあの ズレがだんだんんん生じてきたですねこれがあの私たちすごくもったいないと思ってましてテクノロジーの最新技術をどうやって企業さんが使えるようにしていくかということで生産性が上がっていくあるいは仕事が楽しくなっていくっていうことができるとすごくいいなというふうに思っているという次第でございます。で私たちのバリューは えー、eat u n ラ i p e fruits and make mistakes early」って書いてあるんですけれどもあの、まあ、とにかくですねお客様が新しい技術にあの接したりする前にですね私たちがとにかく全部食べますということであの青い果実をどんどん食べて私たちがまず先に腹を下しますというふうにいつも言ってましてでとにかくですね地雷を先にお客様より先に踏んで、えー、どんなあの方よりも まあ時代に詳しくなってですねどういう果実が食べられるのかどういうの食べられないのかどう料理するとこの果実が食べられるのかということを誰よりも詳しくなることでおお客様のの技術の導入にに貢献したいといとううふうに思っておりますで私たちのです、ね、社風なんですけどもそう,です、ね、そういう感じであのいろんなあのアンライプフルーツ未成実な果実をどんどん食べられるような社風を目指しておりましてオープンな雰囲気の会社でございます。 私たちちょっと新しそうな会社に見えるんですけど実はですね結構歴史が長くて96年からですね創業しましてさまざまな領域でテクノロジーの開放ということをしてまいりました初めはですね Linux というオペレーティングシステムですねがインターネットの黎明期にやってきた時にまずこれを企業が使えるようにしようということでこういうことをやったり e-mail を使えるようにしようとかですね e-mail のセキュリティを使えるようにしようとかいうふうにしながら2011年ですね 震災を契機ににのビジネスに移実ししで今はですね何を中心にしているかというと変化ワンというビジネスを中心に行ってまして私ども,も提供している s a ス s を変化ワンというんですけどもこの変化ワンというのが何なのかということについてお話していきたいと思います。えー、とテレビ CM でウルトラマンとかで,です、ね、出てきて変化ワンというそんな CM なんですけどで変化ワンというのが何かということなんですけれどもこれが結構ややこしくてですね企業が s a ス s を使えるように すするためののいいいう結構ややこしい領域のでございまなんで,でこういうことを始めたのかってことなんですけども2011年に震災があった時にですねあの私たちもですねすぐに会社に行けなくなったんですね。えっと、電車は止まっちゃったし臨、えーまあ、番停電とかあったりして、まあ、そもそも社員が急に会社に来られないっていうふうに2011年急になってですね で、私たちだけじゃなくて、東京にいろんな会社がすごい困ったんですね。明日からいきなり、あの会社にみんな来られないっていう中で、どうやって仕事を続けるのか？ リモートワークができるようにするにはどうしたらいいのかっていう中でクラウド技術っていうものがあるらしいっていうふうにですねなったんですねでいろんな会社がクラウド技術,技術を使ってみんなが遠隔地からでも一緒に働けるようなそういう仕組みを作ろうっていうふうにですね考えたわけですけどもいざこれをですね実際に会社の中に導入してみようっていうふうになるとですね結構いろんな問題があるということに気づいたんですね私たち自身が、まあ、それまでですねセキュリティの会社とかをやってき,きていましてで一番やっぱり課題になるのがこれセキュリティだということだったんです 実はその震災の翌日ぐらいからあの個人の間ではツイッターを使ったあの情報の収集とかっていうことがですね結構行われたりしててクラウド技術が個人の間ではすごく使えるっていうことをみんな気づきだしたんですけどこれを会社で使おうとするとまあいろんな問題が起こるとでこれを解決できないと。 えー、クラウドを会社に導入することはなかなか難しいというのが、ね、私たちが気づいたことなんですね。でるのがやっぱりセキュリティの部分だったでこのセキュリティの部分さえあの解決すればテクノロジーを解放できるんじゃないかというのが私どもが考えたことで,でそれだったらそれを解決するようなソリューションを作ろうということで、えー、作ったのがこの「変化ワン」という、えー、ソリューションで,でこれを2011年以来、まあ、日本の会社を中心にですね えー、販売させていただいてで企業があのクラウドを導入しようとしたときにぶつかるさまざまな課題を、えー、取り除くというでまあ,あのみんながすんなりクラウドを活用できるようにするっていうそういうあの趣旨のサービスですで。具体的に何をするのかっていうのはすごくややこしいところなんですけども2つ大きな機能があって、まあ、1つがですねこれが何をするのかってことなんですけど企業がクラウドを導入しようとすると一番初めに気になるのはえっ、ー、と どう誰がこの情報にアクセスできるようになるのっということなんですね。それまでは企業の情報っていうのは会社の中あるいは会社が管理する施設の中で情報が管理されているんですね。でなので誰があの その情報にアクセスできるのかって、まあすなわち会社に入手できるやつが、まあ、情報にアクセスできるっていうことになるわけですけど、クラウドで情報をみんなが使うようになるとどういうことかっていうと、もうクラウド上のいろんなところに情報が分散するっていうことになるんですねで。だからこそ誰誰誰からでもですね、誰でも。 どこからでもどの端末からでも情報にアクセスできるっていうところがクラウドのすごいところで,でだからこそ家にいても働けるし外にいても働けるしみんなあのいろんなとこからバラバラに一緒に働けるんだよっていうのがクラウド技術のすごいところなんですけれども一方でそれがリスクにもなり得るっていうふうにみんなすぐ気づいちゃうんですね。なぜかっていうと誰でもどっからでも入れるってことは誰が見てるか分かんないってことじゃん。 誰がどの情報にアクセスできるかってことをコントロールできないってことじゃんっていうですね。まあそういう問題が起こってきちゃうんですね。でこれを解決するために開発したのがこのアクセスコントロールっていう部分で、まあ、いわゆる ID アースと呼ばれるような機能なんですけど、まあ、具体的に何をするかっていうとその各種クラウドサービスですね。こういうあの例えば HR テックとか、ま例えばあのー。 なんだろファイルの共有とか例えば人事のサービスとか例えば営業情報とかっていうものに対してそれぞれのクラウドに対してどの社員がどの端末からアクセスできるのかっていうことをあらかじめ定義することができるんですねでこれによって企業は安心して、まあ、例えば会社支給の端末からだったらど,あの,どのクラウドにもアクセスできるようでも自分のスマートフォンからはチャットにだけアクセスできるようにはしようねとか、えー、まあ人事の情報にアクセスできるのはさすがに人事の人だけにしようとか。 でもなんか出退金の情報とか入れなきゃいけないから会社に来てるんだったらどの端末からでもアクセスできるようにしようみたいなことをコントロールできるようにするっていうのがこのアクセスコントロールの仕組みですね。でこれを導入することで企業は安心してクラウドを使ったワークスタイルに移行することができるっていうのが一番の特徴です。でこのワークスタイルで,ですね企業がクラウドを使い出すと今度ですね ID 統合っていうニーズが出てくるんですね。ななんんんかかいいっっぱいクラウド使ってんだけどあのなんか id とパスワードいっぱい覚えなきゃいけないんだよね。みたいな状況になってきてで、そうするとそのパスワードの使い回しみたいなことも割と起こりやすくなって、そうすると不正アクセスみたいなことも起こりやすくなってで。それとあの it 部門の人もすごく大変なんですね。入社してきたら？ まあ例えば会社が10個サービス使ってたらまあ1人入ってきたら10個なんか ID とパスワード発行して渡さなきゃいけないし退社したらちゃんとその10個消さないと例えばその退職した後も名刺情報にアクセスできるとかいうことになりかねないんですね。のでまあそういうことをえなくすためにですね一元管理できる ID とパスワードを一元管理できるようなえ仕組みパスワードを使わなくてもログインできるような仕組みっていうののために ID 統合っていう仕組みをえ一緒に備えています。ここれははどういうういいととかっていうと社員さんは 変形ワンにログインすると、まあ、こういう感じでいろんなサービスへのです、ね、ログインができるようになって、えー、特に ID とかパスワードとか聞かれることなくそれらにログインできることになるで、えー、と IT 部門としては誰かが退社したら「変形ワンの ID を消すことによって、まあ、みんなあの誰もあのあの退職した人がサービスにアクセスできるっていうことはなくなるみたいなサービスですねで、まあこの2つを基本にしてですねでこういうのをです i d アース アイディアースって呼んだりするんですけどこのアイディアースっていう機能を中核に SARS をこれから活用しようとしている企業さんに販売しているっていうのがこの「ヘンゲワン」というサービスです。 で私たちの経営理念はテクノロジーの開放でとにかく企業様がクラウドを使った働き方にあのあの1秒でも早く移れるようにしたいというのが目標ですので別に ID ア,アースをやりたいわけじゃなくてクラウドを企業が活用した時に立ちはだかっている全ての課題を取り除きたいというふうに思っているんです、ね、ので、まあ、日々この変異に対してどんどんサービスをどんどん追加しています2011年以来。 いろんなサービスをじゃんじゃん追加してましてとにかく企業さんがクラウドを使おうと思った時にこれができないんだよねっていう部分を全部取りのこれが不安なんだよねとかいう部分を全部取り除いて、えー、提供していますなのでこの IDP Features と呼んでいるこの ID 関連のサービスそれから e メールセキュリティーっていってもすごく大きなテーマなんですね大体いいクラウドに移行しようっていうと e メールからまず移行するのでこの e メール周りのセキュリティですね、えー、暗号化とか えー、テンプファイルの送信とかそういったところを中心としたいろんなサービスっていうのもあのひっくるめて、えー、販売しているというのがこの変形1です。でこれが製品の特徴です。で次にですね当社のあのー、まあ、あの特徴っていうところをあのここに述べてるんですけども、えー、一つはですねこの組織の多様性というのが当社のあのー、割と面白いところということになっています。私たちは多様性をすごく大事にしてまして。 具体的に言うと世界中のみんなと一緒に働くことで毎日変化を続けるような組織でありたいそれによってお客様より早く全ての地雷を踏んで全ての果実を先に食べてお腹を下したいというふうに思っているんですねので組織の多様性ということをすすごく大事にしていますなぜ多様だと変化を続けることができるのかということなんですけども多様だとですね違いを尊重するようになるんですね。 えと一応だと逆にですねみんな同じだとですね結構違うやつがいると気になるんですね例えばなんかみんな黒いスーツ着てるのになんか1人だけなんか短パンと赤い T シャツで入ってくるとなんかちょっとムカつくじゃないですか,なん,かなんであいつ黒いの着てねえんだよとか思うようになったりとかあとなんかちょっと俺明日あ,あいつに行ってなんかあの黒いスーツ着てくるように言っときますみたいな人が現れたりとかして要はみんなこう。 同調圧力がかかって結構一ななな組織になりがちなんですねでところがですねみんな全然バラバラだとそもそもそういうプレッシャーがかからないんですねもうあのなんか着物着てる人もいればですね T シャツ三番の人もいればです、ね、なんか水着の人もいるみたいな組織だと何を着てるとかですねもうあんまり大事じゃなくなるんですねもうそういうことに気にしてもしょうがないむしろ本質的なことに目を向けようよとでそれ以外のところはみんな自由にいろんなことにチャレンジしようよと。 お客様にテクノロジーを開放する例えばこういうコアの部分はすごく大切だけれども何を着ているかとかですねどうやってゴールにアプローチするかっていうことについてはこれはもういろんなあのやり方を試して一番早いやり方一番効率的な方法を試していこうよというような組織になりやすいってすごく私思ってまして、えー、まあそ,のそんなことで違いを尊重するようになるそうすると挑戦が評価されるようになる。みんな あの他の人は何やってるかは本当にコアの部分以外はそんな気にならなくなるので、いろんな人がいろんな自由なチャレンジをすることができます。そして一番大事なこととして失敗も毎日できるようになると思うんですね。で失敗も毎日できるような組織になると。 まあ毎日新しいことを学んで毎日変化していく種を作ることができるということで進化ができるというふうに私は思ってましてでこれこそはですねこれからの日本の企業に必要な素質なんじゃないかというふうに私は強く思ってましてでそういう意味でもパイオニアになりたいというふうに強く思っているんですね。なのでダイバーシティーインクルージョンということをまあすごく大切な文化にしていまして世界中の人たちと一緒に働くみんな全然違う人たちが一緒に働く会社になるということを あの目指してですね社内の公用も英語も英語にし世界中のタレントと一緒に働くような、まあ、そういうあの人事の仕組みというのを作っています現在だとすみませんちょっとちさくて見えないんですけど22.14%のですね、えー、と社員が、えー、と日本人以外の社員ということで、まあ、毎日あの世界中の国から応募者があって、まあ、その中からまあ選抜されたあの優秀な若者たちと 一緒に働いていて今22カ国以上の人たちと一緒に働いているというような会社になります雰囲気も割とグローバルな感じでもちろんワールドクラス IT カンパニーになりたいという秘めた思いもありまして日本だけじゃなくて世界中の市場にも出ていこうというふうに考えたときにもですね力になる素質だというふうに考えていますその音で私たちの経営理念テクノロジーの開放という経営理念を通して えー、世界中のです、ね、企業にテクノロジーの力を届けたいというのが変化の文続いてですね市場環境ということで、まあ、主に「ヘンゲ1の、えー、市場の環境ということについてご説明したいと思います。 今はちょっとそんなそんなの買う人いるのとかですねそもそもクラウドとかみんなあのもうすでに導入し終わってるんじゃないのとか思いがちなんですけども、まあ、あのまだまだですねえー、っとクラウドを使ってる企業ってそんなには多くないんですね日本のクラウドコンピューティング導入率は22%だというふうに言われたりしていますでこれはですね実はこのグラフは2012年から始まってるんですけどまあ震災以降ですねい一気にちょっと上がるっていう時期がありましてここのグラフで言うと、まあ、この辺の2012年から まあ2016年ぐらいですかねまでのところは結構こう右かあのなんかズズズズって上がってるような感じになってると思うんですね。でこれはやはりあの特に震災でリモートワークに対する意識が高まった会社さんたちが特に東京周辺の会社さんたちがクラウド化したっていう影響だったと思うんですけども、まあ、その後はですね実はそんなにあの。 なんかあのこれといった要因もなくです、ね、ちょっと横ばいになる時期というのが数年間ありました。でこの間私たちのような s a ス s 企業はですね働き方改革だとか生産性向上だということを訴えてみんなクラウドをどんどん導入していきましょうよっていうようなことを訴えてきたわけですけども、まあ、なかなかですね明日やんなきゃいけないってことじゃないので、まあ、なかなか普及が進まないみたいな状況がずっと続いていたんですね。でそこににパンデミックががやっってててきたといいうのが今のの今状況だと思っていまし震、まあ、震災災時もです、ね、震災中に なんかみんながめちゃめちゃクラウド導入したとかいうわけではなくてやっぱりそれが終わってですね一段落したっ、えー、とにじゃああのなんかみんなが会社に来れなかった時期に使ってたあのビデオ会議システムとかって普段も使った方がいいんじゃないみたいな形であのクラウドコンピューティングが会社に導入されていったっていう経緯があると思うんですけども私は今回もそういうことが起こるだろうと思っていて、まあ、今まさにあのパンデミックが終わろうとしているっていう中で、まあ、これからですね 企業はみんなに人が戻ってきてこれからの働き方どうするんだろう例えばみんななんか Zoom で会議とかしてたけどあれって一過性のものなんだろうかそれともこれからもああいうやり方をしていった方がいいんだろうかっていうことをまあ考えるでそうすると必ず私はみんなクラウドを導入するようになるだろうと思ってますみんなあ,のああいう形で最新のテクノロジーが毎日毎日アップデートされてみんなが効率的に働けるってことを体験してますので、まあ、そういう形で企業にクラウドが普及していくだろうというふうに考えています。 じゃあ普及していった時にどういう企業が私たちのターゲットなのということなんですけど、まあ、要はそう,うそういった企業様を、まあ、あの残らずお,あのお手伝いしたいというのは私たちの思いなわけですけども、まあ、実際にです、ね、市場の状況です、ね、っていうのを見てみると、まあ、こんなな感じになっています、えっと、私たちのです、ね、メインのターゲットって聞かれたときにあのお答えしているのが大体あの従業員数でいうと300名から5000人ぐらいの会社さんが私たちのメインターゲットですよというふうに申し上げています。 なんで300から5,000ぐらいなんですかということなんですけど、えー、とあんまりですね例えば3人の企業でクラウドセキュリティとかシングルサイオンとか必要かっていうとまああんまり正直必要ないんですね3人で別に信頼し合ってればいいのででもこれが10人ぐらいになってくるとだんだん必要になってきて100人ぐらいになるとまあ必要かもってなって300人だと絶対必要みたいな感じなのでまあ300人っていうところに線を引いていて5,000人っていうところなんですけども5,000人よりにによ上になってくると。 今度社内システムがすごい複雑だったりしてなんかもうちょっとすぐにクラウドに移行できるって感じじゃないから徐々にやっていこうねみたいな感じになっていくんですね。でこういった意味から私たちのメインターゲットは300から5000というふうに定義をしてましてで今日本にはまあそういう企業様っていうのが1万7,500社ぐらいいらっしゃるんですね。でただもちろんあのそれ以外の企業は全部私どものターゲット外かっていうと全然そんなことはなくて、えー、5,000人以上の会社さんでもあのクラウドを活用していきたいという会社さんはもちろんいらっしゃいますし。 あるいはもう少しその規模の小さいお客様100人から300人ぐらいの会社様あるいはそれ以下のお客様の中でもクラウドを活用していきたいセキュリティ意識が高いというお客様もいらっしゃるということでまあとにかくその辺が私どものとしてはですねメインターゲットであるというふうに捉えていてなので小さく捉えるとま1万7500社ぐらいのですねお客様の市場ですで大きく捉えるとですね6万3000社ぐらいのお客様がいらっしゃるあれ6万3000あって,あってるかなごめんなさい。万 えと6万社ぐらいですね6万社ぐらいのお客様がいらっしゃるような市場であるというふうにですね、えー、捉えてますこの,この実は社数がですね結構毎年変わったりしてですね、えー、結構実は今社数減ってたりするんですけど、まあね、ちょっと言い間違えちゃうんですけど、まあ、6万社ぐらいの企業はいるということですでその中で私どもがどのぐらいの企業にアプローチしているのかすでに私どものお客様でいらっしゃるのはどのぐらいかっていうのはこの黒い黒い線のところですねこの黒いところなんですけど。 まだまだ全然なんですね。ので本当にこれから広がっていく市場であるというふうに考えていてこの広がっていく市場に対してあのしっかりとお客様に役立つようなサービスを届けることでお客様がクラウドを導入できるような後押しをしてテクノロジーの開放を実現しながら成長していきたいというのはですね私どもの企業のステージでございます。で今黒いとこですよというふうに申し上げたんですけどもじゃあ具体的に何社ぐらいいるんですかということなんですけども。 えとこれは前期末時点ですかね最新のデータごめんなさい半期末時点のデータですかねはい半期末時点のデータで2406社のお客様がいらっしゃってえ契約ユーザー数ベースユーザー数っていうのはこの2400社の中で実際に使ってらっしゃる従業員様ですねえの数でいうと239万人のえお客様にご利用いただいておりますで私どもはあの無料ユーザーみたいなのはいませんのでまあ全てあの私どもが 有料ユーザーとしてご利用いただいているお客様の数ということになっていてでも本当にたくさんのお客様にお使いいただいているという状況なんですけれどもまだまだこのグラフで見ると本当にこれから広がっていく市場であるというふうに思ってますのでここからですねよく「強い業種はどこですか?」とか聞かれるんですけど実はですねあんまりあの偏りはなく本当にいろんな企業様にお使いいただいてます。特に そうですね IT 企業とかは確かにちょっと多いんですけど、まあ、その他本当にいろんな業種に偏りなく、まあ、いろんな業種でお使いいただけるとにかくクラウドを導入していこうっていうあの業種様であればですねあのお使いいただけるお客様になる,なる可能性があるということでございます。でこちらがです、ね、え実際にその お客様のうち何パーセントぐらいが先ほどの,そのメインターゲットの部分に入っているかということなんですけどもこの黒い部分っていうのがメインターゲットですね300から5,000人ぐらいのところということになってるんですけどもそれ以外のもっと大きいお客様とかもっと小さいお客様も結構いらっしゃってこんな感じでどんどん顧客基盤を拡大しているということでございます。でお前ら売上規模はどのぐらいなんだよというのがここまで全然出てきてないのでちょっとざっくりと説明させていただくんですけど。 そうですねまだまだ本当に小さいこれから拡大していく会社という位置づけだと思ってまして今期の見通しで67億円ぐらいですかねの売上げの会社でございましてただ s a ス s 企業にしてはですね珍しくずっと黒字というのがちょっと他の会社と違う特色ということになっています。でこの理由たまたまたまに聞かれるんですけどこれはあのいやちょっとそれは次で説明します。すみません、えーと なななんででのかみたいな話すすね、えー、次ご説明しますで成長戦略ということなんですけどもでじゃあどうやって成長していくのかということなんですけどもあのこのビジネスのです、ね、実はすごくあの大きな特徴として率がすごいいい少ないということがあるんですねでこれが解約率の推移で、まあ、ちょっとたまに上がったりとか下がったりするように見えるんですけど実は絶対値がめちゃめちゃちっちゃくてですね 0.28%、ね、ぐらいということになっていますのでまあ,あのそうですね0.28%ってすごい小さな数字でほぼお客さんそんなやめないっていうタイプのサービスなんですね。ので一旦契約いただくと、まあ、なかなかあのやめづらいっていうタイプの乗り換えづらいっていうタイプのサービスでしてもちろん私どものサービスの内容にすごく 満足いただいているっていうこともありますし、えー、そもそもですね、全社で使うセキュリティシステム毎日みんながログインしているシステムなので、まあ、切り替えるのはなかなか難しいっていろんな要因はあるんですけれども、まあ、とにかく一回あのご契約いただいていただくと、末長くお使いいただけるというようなサービスということになっております。ちなみにこれ計算するとですね、0.28%くらいということは。 まあ、およそ30年ぐらいですねあの計算すると平均契約期間が30年ぐらいみたいなことになりますので、まあ、要は例えば今年ですね年額100万円のサービスを契約したとするとですね私どもとしては、まあ、それはその会計上は100万円の売り上げっていう形になるわけですけど実際問題としてはその後三30年にわたってですねお使い,いただくお,お支払いいただく100万円をいただいてるってことになるんですね。のであのビジネスモデルとしては 今期の,その売上百100万円のために何、ね、かやってるっていう感じではなくて、えっと、そ,のその後と30年間あのいただくです、ねえっと、3000万円ですかのための,あの活動を行っているそれを今年行っているというようなでそのうち1年分が今年の売上として課金されるし来年,も来年以降もそれは積み上がっていくというタイプのサービスなんですね。ので えと指標としてはですね、あのー、この LTV っていう、えー、ものを重視したいとっていうふうに考えてまして LTV っていうのはライイフタイムバリューとということですね、えー、と要するに、あのー、契約金額があったとして契約金額の ARR っていうのがあったとしてこの ARR が えっと何年間おつき合いいただけあ,のあのおおおい頂けばご利用だけるのか30年なら30年お使い,いただくでそれででもそれでも全然儲かんないビジネスだとは意味ないので、えー、っと売上総利益率あらりでいくらぐらいなのか例えば80%だったら0.8みたいなものを掛け算して、まあ、これがあのを最大化するにはこれかこれを最大化するにはどうしたらいいのかっていうことを 意識してていいいいきたいとという,うに思っているんですねでところがです、ね、今ご説明したとおりもうこの Y っていうのはこれ30年とかで結構もう長いので例えばこれは倍増して60年にしましょうみたいなあの話は結構しづらいでこの R もです、ねまあ、年々あの売上総利益率は高,く高いあの値をキープしておりまして例えばこれ8割ってなってたらこれは倍増はできない。 あの指標ってことになりますじゃあこれからここから10倍になるかもしれない指標ってどれかって言ったらこの ARR ですよね。ので結局のところこれからの成長で何を考えていかなければいけないかっていうと ARR1 年間あたりいくらご契約いただいているのかっていうこの金額をどうやって上げていくかっていうことが当社の成長戦略ということになっています。でこののの年あたりのにあの変化案のお客様にににいてるる総金額をえさらに分解す,るとですね3つに 分けられると思っててましてでこれをあのラージ n っていうのはですね、えっと、何社いらっしゃるのかでこのスモール n っていうのが1社当たりに何名の、えー、平均何人にご利用いただいているのかで最後は単価ですね1人当たりいくらなのかこれを掛け算するとこの ARR っていうのが出てきますよね。なので私のもとしてはこの LTV を、えー、高,高めたいと思うとこの ARR を高めたいでこの ARR を高めたいとなるとこの3つのパラメータを 上げていいいいきたとととううのがあの基本的なな成長戦略ということになります。で、じゃあこの3つの,そのパラメータのうちどれを上げていくんですかということなんですけども、まあ、一番明らかにさっきの話の流れで一番明らかなのはこのラージ n っていうところですよね。今2,400社余りいらっしゃいますけども、まあ、これがひょっとしたらあの6万社になるかもしれないっていう前提で私たちは 頑頑張張っっててたたくさんのお客様にお客にに使いいいいだここうううとととるろでございま,すでまあ要は毎年毎年新しいお客様にどんどん変化をお使いいただいて我々の積み上げの ARR を増やしていきたいというふうに考えております。でそしてこの smalln っていうのが平均ユーザー数というとこですね。でここは実は結構コントロールしづらいところでしてすごい大きい企業さん。 がが入っっってくるるととちょっと上がったりするし逆に100人以下の企業さんがたくさん入ってきたりすると下がっていくしっていう形で下がっていくパラメータでこの ARP っていうのが1人当たりの金額ってことになりますので私たちが1人当たりの利用料金金金ととしてお客様に課金できる金額というこれは私どもがサービスを向上していけば向上していくほど上げることができるという数字なので私どもが能動的にやりたいこととしてはこの ARP を上げていく。 えと新しい機能を追加していくサービスをどんどん向上していくということによって一人当たりの課金,料課金料金を上げていきたいそれとこのラージエヌですね、えー、まだまだ市場に6万社のお客様がいらっしゃいますので、まあ、そのお客様にどんどんアプローチしてどんどんクラウドを使っていただいて変化案に加入いただくということをしていきたいというふうに考えているんですね。でこれを実際に表しているのがこちらの表ということになります。えー、と R の推移がです、ね、ここで えと日あの年々どん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 上がっていっているというのをです、ね、見ていただけるかと思います。すごく解約率が低いのでとにかくお客様が加入するとどん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 上がっていくということで基本的にはすごく安定した形で毎年毎年上がっていっております。でそれからこの LargeN ですねこれがお客様の数ですね最近だと2,400社ぐらいいらっしゃるんですけども、まあ、年々この増えてる数というのはこの差分でこういうふうに書いてあるんですけども。 まあ大体その250社から300社ぐらいのお客様を毎年獲得しているということになるわけですけども、まあ、営業体制をどんどん充実していくことでこれを250社じゃなくて300社350社400社ってどんどん上げていくことができると成長を加速することができるということです。でそれから ARP ですねこちらもですね結構上昇気味になっておりまして私どもがどんどん機能を追加していくで機能を追加することによってお客様からいただける対価をどんどん上げていくってことをしていくと1人当たりの単価が上がっていくと。 で2つくらいのパラメータが同時に上がっていくとちょっと成長に角度がついてくるということなので今のところはこの ARP とラージ n を頑張って上げていくことで ARR をどんどん加速していってこれから拡大していく市場に追いつくあるいは追い越すということをしていきたいと思っているということでございます。で当面の目標としてですねえまあ今のこの2桁の2桁億円っていうのだとちょっとすごく。 あのち小さいなっていつも思ってますので、まあ、まずはとにかく100億円を超えようぜということで2025年までにですね2025年9月期までに ARR100 億円を目指そうということでたくさんのお客様に使っていただくことそれからお客様に使っていただける機能のバリューを価値をどんどん上げていくことの両方を通して ARR の上げていきたいというのを今行っているということで。このためにはですね成長 率をです、ねえー、20%台中盤ぐらいを目指さないといけないので、えー、まあ今のですね成長率だとちょっと物足りないので RP、まあ、とーラージエ e n を両方上げていくという活動を通して加速していきたいというふうに思っているということです。 でンゲワンはですね本当にどんどん進化してまして2011年時点では先ほど言ったようなその ID アースの短機能みたいな感じだったんですけどもまあそこからお客様からのニーズですねまあ日々2000社以上からのニーズをどんどんいただいてますのでまあそういうのを取り込んで新しい機能をどんどん追加していくっていうことを本当に日々行っております。これによってあの お客様ができることもどんどん増えていくし、えー、クラウドに移行しようと思った時の、えー、ハードルもどんどん解消していくことができるというところがです、ね、私どもの理想ですので,でまだまだやらないといけないことやりたいことを本当に山積みになってますこの辺適当にいろいろ書いてるんですけど、まあ、本当にお客様あもう日々進化してますし我々もその進化に追いつきたいですし追い越したいという思いから、まあ、どんどんいろんなことを毎日あの追加していってるという状況でございます。 えー、以上書き足でございましたが、まあ、変形のえ授業の説明ということでございました本当にありがとうございますえー、と前半ということで続いて後半でございますので、えー、と質疑、えー、なんかたくさん質問いただいてまして本当にありがとうございますあの続いてちょっとご質問にお答えをしていきたいというふうに思いますえー、はいすいませんじゃあ早速ですがどんどん質問 にご回答していきたいと思います。何か新しいご質問とかあったらぜひどんどんいただければと思います。えー、とまず一つ目にいただいているご質問なんですけれども、まあテレビ等で広告宣伝をしていますが、地方ではあんまり見ることがありませんと。やっぱり都市部の企業がターゲットになっているということでしょうか。広告宣伝の効果はありますか。良、えー、ければどの媒体か、えー、ということについての回答をお願いしますということでした。はい、ありがとうございます。 実はですねそうですね CM もですねそんなにあのバンバン打ってるってわけじゃないんですね私たち結構コストコンシャスな会社であの、えー、とにかくあのなんか宣伝するんだったらそれに見合った効果が欲しいって考えるタイプの会社なのでなんかあのとにかくいろんな時間帯にどんどん知名度アップのために宣伝しましょうっていうことをやるというよりは私たちのターゲットはですねいわゆるあの情報システム部の方あるいは情報システム部の管理者の方 あるいはその上長の方々みたいなのがですねターゲットなので、まあ、そういう人たちが見そうなところに「変化版」の広告を、えー、見ていただくということによって「まあ、変化版」導入しようかなって思った時にあの支障になりづらくするみたいなのがです、ね、目標ですので、まあ、そういうあのところを中心に CM を、えー、行っていますので、まあ、例えばですねなんか経済ニュース番組の前後とか 東京で経済ニュース番組の前後とかそういうすごく限られたところに割と CM 等を売ってでも CM の中ではウルトラマンとかそういうポピュラーなキャラクターに登場いただいてそれを他の宣伝の商材でも活用していくってことを通してなるべくコーストバモンスの高い広告宣伝っていうのを心がけているということでございます。でどの媒体が いいいかとうこれはちょっと一概には言えなくてテレビ CM はですね正直あのテレビ CM からの効果ってすごく特定しづらいので私たちは基本的にはイベントへの集客というところに最終的にはあの集約させていきたいというふうに思っていまして物理的なイベントあるいはバーチャルイベントへの集客を行うとそこから。 それがリードに変わり、それが実際に受注に変わるっていう様子を追うことができますので。あの、まあ、最終的にはそういった物理セミナー、あるいは物理。あるいは仮想セミナー、ウェブセミナーっていうところへの集客っていうところに、あの、焦点を当てた。あの、マーケティングキャンペーンを行っているということでございます。ありがとうございます。はい。えー、続いてですけれども、競合との差別化というご質問でございます。アイディアースの他社との差別化について。 え今後の展開を教えてほしいとマイクロソフトの追随が気になりますというご質問をいただいておりますありがとうございますそうですねここについてはえっとたまにあの私たちも聞かれてなかなか答えづらいところなんですけどもま十二ページえっとちょっとスライドの方移動してもらえますか移してもらえますか、ね、はいえっとそうですねあ変形はあのスタートした時は本当にこのアイディスっていう機能で スで正直言うとですね i d e a r t h っていう部分だけで言うとそんなに差別化部分っていうのはなくてですねいろんな企業が i d e a r t h いうのを展開してますけどもこの機能だけで言うと、まあ、みんななな必要な機能を持っていいるという状況になりますでこの先でどうやって差別化をしていくかというと私どもの場合はまあ2つ要素があると思ってまして、まあ、1つはですねこれ以外の機能をひたすらどんどん追加しているというところがあの大きな差別化要因ということになっています。 えと今その ID 管理関連の,あの機能っていうものもどんどん充実してますしこの中には例えばスマートフォンの情報漏れ対策とかそういったものもの含まれますでそれから e メールのセキュリティ機能っていうのもすごく充実しててまあこれは私たちがもう2000年代の初めの方からずっと e メールセキュリティやってることと関連してるんですけれどもあのまあ大体クラウドを導入するっていう時には。 え、e メールのあのもくらのクラウド化っていうのはが一緒に行われますので、絶対 e メールのセキュリティも一緒にあの導入されるんですね。こういった時にワンストップで導入できるものがあの全部あの変化が開発したものが全てあるというところが、やはりお客様にとっては大きな魅力になっていると思います。もう一つはやはりカスタマー。カスタマーサクセス。いわゆるカスタマーサービスカスタマーサポート力とま信頼性というところが。 あのやはりご,ご評価いただいてるところなんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、あの先ほどすごい解約率の低いサービスであるというふうに申し上げたんですけどもあのそうですね解約率が低いということはもし仮にちょっと導入してですねあこれ違ったかもって思ったらもう結構引き返せないっていうことでもあるんですね。なのであの導入する側から見ると結構保守的な選択をあのしがちであるっていうようなところになりましてで私たちのようにもうすでにあの、まあ、会社としても 25年以上この IT のセキュリティの領域でやっていてでも250あごめんなさい200数十万人のユーザー数がいるっていうこと自体がですねやはりすごく強いブランドになっていて他社に対する大きな差別化要因になっているというふうに思いますなのでその機能とブランドそれからサポート力っていうところが今のところは大きな差別化要因になっていて日々本当に新しい機能をどんどん追加しておりますのでここについては今後も維持できる競合 に対する優位性なんじゃないかなというふうに思っていますありがとうございますえ続いてですけども中期経営計画等の長期計画を説明してほしいというご質問をいただいておりますそうですね私たちもできればですね中期もう少しですね見通しのわかる形でですねえ説明できるといいなというふうに思ってるんですけどもまあ、すごい正直に言いますとまあ、まだ私たちのですね売上とかがですね規模がまだそんなに大きくなくてですね まあ結構そのでそんなにこの野心的なものを出してそこから外すのもなあと思ってるしかといってなんかすごいちまい計画を作ってもあのなんかあんまりそれはそれで私たちが思ってるところと違うなっというふうに思ってる中で、まあ、今あのどうすると、えー、まあステークホルダーの方々と将来のビジョン将来の ある姿っていうことを共有できるかなっていうことをまあ日々議論しているというところでございます。私どもがまこうやって KPI をですねあのすごくつまびらかにディスクローズしてるっていうのはまあ、そういったところで一緒にあの。 えーと私たちの KPI の,のブ,レブレてる姿ブレてるけれどもどんどん右肩上がり上がっていってるところを一緒に見ていただきながらですねあの、まあ、そういったところを想像していただけると嬉しいなと思ってやっているということなんですけども、まあ、ざっくり言うととにかくあの先ほどのラージ n をどんどん上げていきたい、まあ、これはもう6万社のターゲットがありますのでまあ 例えばですね今今ラジエヌ n って2,400社ぐらいしかいませんけども、まあ、例えば6万社はさすがにそれはないだろうって思われるかもしれないですけど、まあ、じゃあ例えば4倍ぐらいになって、えー、1万社ぐらいにはなるかもしれないねっていうのはまあそんなにめちゃくちゃな話じゃないと思ってますしあとアープですね単価についてもまあ今 2, 千数百円2,400円ぐらいっていうのがですね 今の数字になってますけれどもこれ年額ですんではっきり言ってすごい安い金額なんですね1ヶ月あたりにすると月額200円くらいの金額っていうことになりますので、まあ、例えばですね他のサース企業が課金している金額あるいは、えーとまあ、米国のサース企業に、まあ、あの普通に払う金額と比べると、まあ、あの正直すごい低い水準にあるというふうに思ってます。でただここをですねいきなり私どもが じゃあ価格を2倍3倍にしますっていうのも、まあ、それもちょっと不誠実でお客様に納得いただく形でお客様と一緒にテクノロジー開放を進めていきたいというふうに思ってますので私どもの理想としては今やってるように、まあ、どんどん新しい機能が追加されていくとバリューが上がっていってお客様も,もうこれを認識してアップが上がっていくっていうことを狙ってるわけですけども、まあ、それにしてもですね、まあ、2500円ってことはさすがにないんじゃないの例えばあのまあすいません名前出す話ですけど。 まあいろんなサースで普通に月額1,000円とか月額2,000円ぐらいのサースがあるんだから、まああのまあ、2万4,000とは言わないとしてもじゃあ例えば1万円ぐらいにはなるかもしれないよね年額だしっていうふうにです、ね、考えれば、まあ、あの今と比べてラージ n で4倍ぐらいの余地があってアープでもまあ4倍ぐらいの余地があってっていうぐらいの,あの絵は描いてあの実現していきたいなと思ってるというのが。 また、私どもの今の、まあ、割と正直な気持ちということでございます。ありがとうございます。え、続いて、すでに国外でも展開しているようですが、今後の海外展開について、どのように考えていますかというご質問をいただきました。ありがとうございます。そうですね。あの、国外で、えっと、子会社があるのが台湾ですね。台湾は比較的早い時期に、もインフラも拡大しているし。えっと、経済環境的にも十分に、年間何千円も払うことができる。 まあそれからみんながあのインフラ的にも SARS を使った働き方に移行していけるだろうということで、まあ、いち早くあの展開してビジネスをしているという領域でありますけれども、まあ、それ以外にもですね世界中でお使いいただけるタイプの,あのソリューションであろうというふうに思っておりますまあ、課題としてはやはりあの今日本の市場がすごい伸びているのであのお客様日本のお客様にすごい特化した製品群にどうしてもなっちゃってるというところはあって。 あるもののですね。基本的にはあの世界中のお客様がお使いいただけるものだと思っていますし、まあ、当社のその国際的なワークフォースを鑑みても、いろんなところに展開していけるだろうというふうには思っているということでございます。そうですね。なのであのまあインターネットインフラが発達してて、サービスにあのお金を払うようなあの文化がありそうで。 えであの経済成長しているような国々っていうところには積極的に展開していきたいなというふうに思っております、はいえー、続いて、えー、黒字を続けている説明を後にするっておっしゃっていましたが改めて教えていただけると先ほどすいませんはいその通りでした完全に忘れてましたそうですねえっとですねえっとですね s a ー s のビジネスは結構難しくて、あのー、投資家の方々もバリエーションすごく難しい分野だろうというふうに 思うんですけども、まあ、その難しい理由というのは先ほど多分ご説明した内容で、というのも今のその財務諸表が必ずしもその企業の持っている契約の価値っていうのを表していないっていうところが難しいところだと思うんですね。私どもの場合は、例えば1契約取るとそれは30年間続くんであれば、まあ、例えばあのまあ、今年来年いきなりもうあの。 広告いきなりやめ,やめたってやめちゃったとしてもですね、まあ、別にその契約長くなるわけじゃないので売り上げは減らずにそのまま横ばいになる一方で、えー、費用は減るっていうことになるわけですから、あのー、逆の考え方をすると、まあ、別に100万円の契約を取るために例えば200万円使っても別に損ではないっていう考え方もできるんですね。その確かかかに今年来年年来ははは元元取取れれないけど3年目かららが取れるんだから 1>, えと1年目にもっと赤字を出してどんどん今はどんどん赤字を出して契約をどんどん拡大していけばいいじゃないかあとで,で本当にそのマーケットが頭打ちになったらそこでコストカットすればいいじゃないかっていう発想もあるにはあるんですけども私どもですね、えー、ともうこの25年、えー、続けている中でですねやはりお客様が企業の特に B2B のお客様ですねは 企業のその事業の継続性っていうことに対してすごく気にされるっていうことをまあとても実感していますで特にですねこの私どもの提供しているサービスは、まあ、先ほど平均の契約年数がまあ30年ぐらいだって申し上げたんですけども、まあ、1回契約するとまあ30年はまあ嘘だったとしても10年とかですね15年とかは使いかねないサービスですから、まあ、その間に本当に会社続くのか本当に会社なくならないのか なんか途中で経営が苦しくなってなんかすごいコストカットしてサービスが不安定になったりとかしないかみたいなことはすごく気にされるんですね。でこういった意味からあの黒字をお客さんに示すしっかりその事業が継続している会社であるということをお客様に示すということはあのとても大事なことであるというふうに考えております。で一方で、えーっと じゃあその利益額自体にすごく意味があるかっていうと先ほど申し上げたようにそんなに実はあの絶対的な利益額を今追求するべきではないというのもあの事実でしてもし成長するあのマーケットが将来あるんであれば積極的にどんどんあの将来投資をしていって将来もらえるお金をどんどん今増やしていくチャンスなんだから増やしていこうというのがまああの基本的な考えとしてありますので。 あのそうですね利益率はそんなに気にしないけど黒字にはすごく気にするで黒字である限りはあのでで将来チャンスが見えて効果的な投資ができる限りは将来投資を行って将来の契約を獲得していくっていうのがあの基本的な、えー、とスタンスということになっていますどううも質問ありがとうございました、えー、続いてですね2025年に売上100億円を目指すということですが、まあ、その際の利益率見込みを教えていただけますでしょうか。 といいいうご質問をいただいておりますここまではおおむね売上高成長と営業費用増加率がほぼ同程度の率で推移していますがいつごろ収穫時期を迎えて営業利益率の改善が出てくるか25年にある程度の見込みが立ち来そうかもっと先の年度になりそうか教えていただければと思いますというご質問をいただきましたそうですねここはですね今あのご説明したあの部分になるんですけども結論をから言うとですね、えっと 今すでにですねここをあの収穫時期収穫できる状況なのかって聞かれたら矢先で収穫はできる状況ですということになるんですけども私たちはまだまだ規模が小さいというふうに考えていますっ、えー、とちょっと今あのスライドの方を写してほしいんですけどこれがです、ね、当社の売上高と費用の推移で,でパッと見るとですねなんかここがあの売上高のあってここが利益率みたいに見える。 わけけですけど実はですねあのそういうふうに私どもは考えてなくてというのも今年かけているですね、えー、と広告宣伝費あるいはこの人件費の一部っていうのははっきり言うと今年の売上分ではないんですねこれは来年以降の売上に貢献する投資であって今年の売り上げを上げるための費用ではないという部分ですので、まあ、例えばですけど、まあ、この辺からそのじゃあもういいや来年は伸びなくていいからとにかくここで利益を出してください。 そういう状況だとしたらもう例えばじゃあもう広告も一切やめますみたいにしてでもあ採用も一切止めますみたいにすると、まあ、ここが丸ごと,えっと営業利益に変わってで、えっと、成長はなくなりますけれども利益はすでにあの営業利益率としては23割くらいを確保あるいはまあもうちょっと大きめに言うと、ね、34割くらいを確保できるようなあのビジネスモデルではあるっていうことはあのお伝えしてきて。 おきたいいと思いますでそれを踏まえてもなおじゃあこの今67億円あるいは100億円でこのビジネスが打ち止めなのかっていうと全然そんなことはないと思ってまして先ほどそのお見せしたとおりマーケットはまだまだこれからスタートしたところですし私どものお客さんもまだ2,500社もいないみたいな状況でございますのであのここからあのどんどん加速していきたいというふうに思っています。なのでで、えー、基本的にはビジネスモデル上はいつでも あの高利益率モデル高収益体質になれるっていうのが今の状況ですけれども、えー、マーケットが拡大する、えーまあ、具体的にはこういう成長率を続けられるっていうことがある限りは、えー、多分来年来年分に投資するで来年また伸びるでまた来年分に投資するまた来年伸びるっていうことを続けていった方が、えー、お得だろうというふうに思っているというのがあの率直な。あのー えと率直なですのでそうですね100億円になった時の営業利益率ということについて言うと,、えー、とあのちょっとその利益出せっていうお話の中で、えー、とち,ょちょっと心苦しいところではあるんですが私の願いとしては100億円を売ってる頃には多分もっと1,000億円ぐらいの絵がもっとクリアに見えてるっていうのが あ,のまあ、あるべき姿というか望ましい姿だというふうに思ってますので今残念ながらそこでいきなり私たちが3先ほど申し上げたような,なんか営業利益率が35%みたいな状態にしようって決めてるかというと多分そうはなってないあるいはそ,そうなってないといいなと思ってるというような状況ですけれどもただ本当にマーケットが打ち止めになりましたあるいは急に事業環境が悪化しましたってなった時にはいつでも私たちは公収益体質に変わってい ごめんなさい高利益体質になれるようなビジネスモデルだということはあのぜひあのお伝えしていきたいと思いますしあのちょっと一緒にご理解いただきながらですね、えー、ちょっとこの市場拡大というところに対しての夢をあの一緒に見ていただけないかなというふうに思ってるということでございますありがとうございます、えー、次のご質問ですけども人的資本経営の取り組み状況について説明してほしいというご質問をいただきました。 そうですねその中でもあのさ先ほどいろいろご説明した中でもですね、えー、とダイバーシティそれからエンゲージメントということに対してはすごく強くこだわってて経営をしております、えー、先ほどもご説明したとおりやはり私どもあの変化を続けていくことお客様に対して、えー、と新しいものをあのどんどん届けていくことそのために私たち自身がどんどん失敗をしてどんどんチャレンジをしてどんどん学びを得ていって、まあ、その中からあの。をて えー、テクノロジーの開放をお客様に届けていきたいという思いがございましてこのためには、えー、ダイバーシティががすすごく大事だとととと思っってていいるうこ背景なおります、まあ、ちょっと余談にはなるんですけど私どもあの長い歴史の中で本当にあの何度か本当に会社が倒産しそうになったことがありまして私も会社を始めた時はあの学生でしたので本当に何も分からないまま2000年のネットバブルみたいなところを駆け抜けようとしたら。 あのすごい大きくつまずいてしまって、あのーまあ、本当に会社が潰れそうになったということがありました。でもう一回目がですね、まあ、リーマンショックの時ですねやはり、あのー、あんまり変化するっていうことを意識せずにですねとりあえず事業を拡大していけばいいのかもしれないとかですね利益を出していけばいいのかもしれないという考えで進んでいったところ、まあ、やはり大きな風が吹くと会社が倒れてしまいそうになったという経験がございまして、えー、自分の中ではとにかく会社がですね変化を忘れてしまうと。 意外と変化はそれでもでもすね、市場環境が変わらないとあの変わらなければ結構そのまま完成飛行でモうかるビジネスを続けることができるんですけどもやっぱり中はどんどんスカスカになっていってで大きなあの経済的なショックとか市場環境の変化っていうものが起こると本当に会社がなくなってしまうということを まあ、あの何回か見てきてきおりますこういうこともあって会社が変化を続けるということこのエンジンとしてダイバーシティを活用していくことこのエンジンの成果自体をお客様に届け続けることっていうのは自分の中ではすごく大事な取り組みということになっております。ありがとうございます続いて社内雇用語英語について良かったことチャレンジングだったことについて教えてくださいということでございますが。 そうですね良かったことは本当に一言で言うと、まあ、世界中のタレントにアクセスできるようになったっていうことがすごく大きな良かったことであるというふうに考えております。今その世間だとやはり技術者をどうやって獲得するかみたいなことが、まあ、とてもあの大きな課題になってるわけですけども、まあ、おかげさまで私たちは世界中の,あの優秀なエンジニア にえー、日本に来てもらって一緒に働くというモデルを確立することができましたので、まあ、ここはすすごく良かったことだとだ思いますあともう一つはそうです、ね、やっぱり日本の魅力っていうのに、まあ、もう一回気づいたっていうこともすごく大きなあの良かったことだなというふうに思ってまして私たちどうしてもですね日本の将来についてあんまりですねあの希望のあるようなあの話をなかなかあの普段聞かないので。 なんか割と日本の将来について結構黒い暗い展望を結構持ちがちなんですけどもやっぱり世界中の人たちと話すとですね、まあ、日本というのがいかにその、えー、まあ素晴らしい国か、まあのまあ、私たち思ってる以上に日本で働きたい日本の文化にすごくあの惹かれている一緒に働きもし機会があったら東京で働きたいという人の数は、まあ、私たち思ってる以上にすごく多いというのが、まあ、本当にあの英語化して分かったことということですかね。なので あのまあ、土壌としてですね東京あるいは日本という国が世界中のタレントを引きつけて一緒に新しいビジネスを作っていく土壌があるっていうことは本当に大きな気づきだったというふうに思います。でチャレンジングだったことっていうことについてはそうですねえっ、ー、とまあ,あの私たちみんな日本人ですのでそんなみんな英語がペラペラっていうわけではなくてですね、まあ、そういう中で世界中の人たちと一緒に働いていくっていう中では。 まあ当然いろんなな、えー、チャレンジンジグこことっていうのが起こりましたでもやっぱり一番チャレンジングだったのはやはりあの文化の多様性ということに対して認識をすることあの全然違う人たちが一緒の,あのところで働くということに対して、まあ、受,け受け入れるというかそういうことは当たり前だと思って、えーまあ、そ,れそれを逆に気づきに変えていく武器に変えていくというようなところがやはりあのチャレンジングなところだったかなというふうに思いますありがとうございます。 え続いてですね、チャット GPT 等の AI 活用など IT 環境が劇的に変化しているが、まあ、こういう技術との付き合い方について聞かせてほしいというあのご質問をいただきました。ありがとうございます。そうですね。今まさにあの私もどっちかというとエンジニアなんですけど、まあ、すごい面白い時期だなというふうに思ってます。本当に今年に入ってからはあの劇的に LLM、l, l m の技術が進んで、あの多分今までできないことができるようになって てくるんだなあっていうことをみんながあの本当に実感しているっていう時じゃないかなと思います。でそういう意味でいうと本当に今があのまあチャンスというかルネッサンスに当たる年になるだろうなというふうに思ってます。皆さんちょっとすみません何歳ぐらいの方が視聴しているかわからないんですけど、近い例だと例えば iPhone 3GS とかが出て翌年くらいとかになんかみんながいろんなものを使ってましたよ、ね、なんかいろんななんか当時あのこれがイケてるみたいなものすごいいっぱい出てきてもうこれが超最強 みたいなの残ってなないいみたいなことがあのご記憶だと思うんですけどまさに今そんな状況じゃないかなと思っていて、えー、急速にコモディティ化が進んでいるというのが私の中でまあ簡単に言うとあのそんな認識でございましてでこういう時こそがやはりテクノロジー開放にとってはあのすごくやりがいのある時で、まあ、これからあのー チャット GPT のような技術あるいは LLM の技術っていうものもどんどんテクノロジーの開放が進んでいって例えばオープンソースの実装が出てきたりいろんな会社同士が競争し合ってすごいいいものが出てきたりすごい安いものが出てきたりっていうような状況になっていくと思いますので、えー、まあ利,用者利用者側にとっては本当にすごく面白い時期。あの えと今までだったらもうなんかすごいお金かけないと絶対できなかったようなことがちょっとお金かけると試すことができるようになったっていうだけでもすごく大きな進歩だと思うんですねで。ところがそれをどうやったらいいかってことまではなかなか分からないということでございますのでこれがまさに私どものようなテクノロジーを開放したい企業にとってはあのお客様に対してあのど,うどういういう あの提案ができるかっていうですね腕の見せ所だなというふうに思ってますので、まあ、あの私たちも早く、えー、青い果実を食べて先に地雷を踏んで、えー、お客様にあの提供できるようにですね、えー、頑張っていきたいというふうに思っていますありがとうございます、えー、で最後にですね、えー、と株価それから配当、えー、についてですね、えー、たくさんのご質問を頂い,いてまして、えー、本当にご,質問かご心配をおかけしてまして本当に申し訳ありませんなんか あのまあ一言で言うとあの株価が低迷しているけれどもあのどう考えているんだというご質問あるいは今後配当とか一切出す出すように見えないけど今後どうしていくんだみたいなことがですねあのご質問としていただいているというところでございますそうですねこちらはですねまああの本当に今環境が激変してまして経済的にもあの大きなあの環境激変ということが起こっていますまあ私たちの環境の周りだと特にあの I.R. 周りなんかだと。 例えば外国人の投資家の方とかがあの、まあ、米国のインフレーションをきっかけに、まあ、あの総撤退したりみたいなことがあ実際に特にグロス市場なんかでは見られているという状況にある中で、えー、IR もですね本当にあの腰を入れて頑張っていかないといけないということで IR チームあの本当にあの日々新しいチャレンジをしていかないといけないと思って、えー、こうしてあのセミナーにもやってきているという状況でございます。でそれだけじゃなくてですね えー、あのやはりあの私どもが企業としてできることはやはり本業であのしっっかりり結果を示すすことだとだいう,ふうに思っております、まあ、先ほどそのこれからの成長環境があるということについてです、ね、ご説明させていただきましたもう明らかに巨大な市場が今目の前に広がっているという状況でございますのであとは本当にそれをこの変化が攻略できるのかということについて、まあ、しっかり結果を出していくというフェーズであろうというふうに思ってますので。 あのまあ、しっかりご期待、えー、それから知った、えー、激励にですねごお答えできるようにですね、まあ、しっかり結果を出していきたいというふうに思っていますあのただ私自身はですね本当にあの前回2011年の終わった後2012年から2016年ぐらいまでにかけて起こったことのはるかに大きい版の、えー、とクラウドアダプションクラウドの採用クラウドの導入ということが これから起こっていくんだろうということであの、本当にワクワクしておりますので、えー、ぜひこの成長市場であの結果を出していきたいというふうに思ってますので、えー、ぜひ中期的な視点でですね、見守っていただけたらありがたいと思っております。えー、今日は本当にありがとうございます。えー、以上ですかね。はい、はい。えっ、ー、と、本当にたくさんのご質問ありがとうございました。えっ、ー、と、ちょうど時間にもなりましたので、えー、以上で、えー、本日の えー、セミナー終わりたいと思います長い間あのそれから遅い時間に本当にありがとうございました今後とも変化どうぞよろしくお願いいたします